福島県双葉郡広野町。東日本大震災からの復興が進むこの地で、未来に向かって新しい挑戦を始める学校が2015年春開校した。福島県立双葉未来学園高校。何もかも一から作り出すこの学校の原点は、あの大震災にあった。震災と原発事故っていうのは、人類が経験したことのないような災害なんですよね。それを経験した私たちなので、これまでの価値観とか社会の在り方を根本から見直して、新しい社会を築いていく必要があると。それが変革者たれと。この言葉にはですね、この双葉郡福島県のみならず、日本がですね、新しい社会を作っていくことを実現する人材をですね、育成していくという思いが込められています。変革者たれ、この精神のもと、生徒たちはたくさんの挑戦をしてきた。地域を盛り上げるために自分たちは何ができるか。文化祭がですね、高校生の自己満足じゃなくて、幼稚園児も楽しめる、あるいはおばあちゃんやおじいちゃんもワイン入ってくれるような、そういった祭りを作っていこう、そういうことをやったんですね。これを通して生徒たちは、地域の方々と共にどんな新しい文化を生み出せるかということを学んだり、いろんな考え方も違うような人とも協働する力、これをつけていったと思います。そう、先輩も後輩もいない一期生。彼らは何を思い、何を学んでいるのか。僕は結構なんか経済とかそういうのに興味があるので、一つの会社みたいな感じで役割を振って、アイデアを出して、それをどうすればうまくこう売れるかみたいなやつをやったんですけど、商品を開発する係とか全部決めて、それをやったのが面白かったですね。学級内と会社ではまた全然意味合いが違うから、もうちょっと やってみたいし、時間がもうちょっと長ければよかったなという思いはありました。一人一人の想像する力。学会の第一人者が社会との関わりの中で磨きをかけていく。自分は写真撮るのが好きで、毎日過ごしてて同じ時間ってないじゃないですか。こう一瞬一瞬違くて、そういうところをこう記憶にも残したいなと思ってて。部活は美術部に所属しています。デザイン関係とかそういう関係の方が私は好きなので、自分には有利できるかなって考えてます。片足は地域に、もう片方の足は世界に。グローバルな視点を持つことの重要性に生徒たちは気づいた。タイとドイツに行く研修があったんですね。行ってからと行った後で本当に価値観とかも変わったし、本当に海外ってこんなに変わるんだみたいな。タイと日本の違いとか、講義とか、あとタイの学生さんたちとの触れ合いとかもあって、結構刺激が。この学校は総合学科って、3つの系列があって、自分の夢を追いかけられる学校なんですね。それにプラスアルファでたくさん の他校では経験できないような先進的な授業とか、海外に行ったりとかですね、そういった体験ができるという学校なんですね。ぜひいろんな生徒に入ってきてほしいなというふうに思いますね。女の子、可愛くなりたい。いつか楢葉町で音楽イベントを企画する。世界進出。自分以外に作らせない。新しい伝統、そして変革者がここから生まれる。